おはようございます。画家のギソです。今日はですね、超初心者向けに頑張って今日も優しいの作ります。こちらのシクラメンを描いてみようかなと思っております。650円で買ってまいりました。ね、もう本当にこれはね、ちょっと初心者向けにね、丁寧にゆっくり、じっくりやっていこうかなと思います。よかったら最後までお付き合いください。止めずじゃですね。で、背景は基本的にはそんなにも描かない方向で行きながら、まあ、一番上に来るところってどこかな、こう四角いこれを箱に入れてみた状態を想像するんですね。四角い箱に入れたらどんな、花のてっぺんまで折れないような状態でね、どんな感じかなというふうに想像して、で、まあ、影までもモチーフに入れますけど、まあ、影は今日は少し割愛させてください。で、ちょっとこう、器みたいなもう、このね、入ってるこれは、そんなにこう重視しなくていいですか？お許しください。とにかくこう、シクラメンのこの葉っぱと花ですね。ここを重点的にいこうかなと思ってます。今日はですね、これは、ウォーターフォードの細めというのを使っております。一番上がこの辺かなとかね、ちょっと 3H とか 2H とか硬い鉛筆でちょっと下書きをしていってますけども、花1、もう打ってるね、うわーっとなってるの書きたい気持ちは分かりますが、まずはね、ちょっとずつちょっとずつ本当にという感じでですね、ちょっと下書きをしました。この紫色に近いようなこのビビッドな色から、まずちょっと慎重にいきましょう。今日はね、ビュッビュッビュッね、でグラデーションをこうね、水だけでギューッとつけてあげる。花の先にエッジにね、ギュ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 ッと強い赤がついていると。上の花の一番下のところの、ちょっとこのオペラ的なのも少し入れてみたりね。ピュピュピュ、一番こうビビッドな色みたいなのはね、こう最後までこれを塗り残すぐらいの気持ちで、あまり他の色を混ぜないようにね、しながら。ここはもう全体影の中なんですけど、とりあえずは今と同じように描いておきましょうか。鮮やかな色ですね。グググッと差し込んで、クチュクチュとなっているところはクチュクチュと描いてあげると。じゃあそれを乾く間待ってる間に、ちょっとこう緑の方ですね、緑の葉っぱの方を少し描きましょうか。少し明るいところをイメージしつつ描いていきましょうかね。ちょっと影から描いていくの難しいという人も多いと思うので、まず今回はですね、まあもう塗り絵みたいな感じで、葉っぱのより明るいところはかなりこう薄めて、全体的にこう塗る。もう本当に花の方が主役ですから、今回は葉っぱの裏側とかもちょっと明るくなってはるかなとかね、全体をまず塗ってみましょう。もういつもね、難しいことばっかりやりはるから、このおっちゃんは難しいわって言われてますんでね。はい。難しいことやらすの好きなんですね。性格が悪いのですよ。性格が悪い。一回こう緑をある程度全体を塗ってあげて、ここはどうしても明るいなと見えるこの葉っぱの裏側みたいなとかね、こういうところはこう塗り残しながら、
うん、葉っぱを全面塗りました。ここまでできそうでしょ。なんとかね、ここまで。ちょっとじゃあ次はこの入れ物鉢ですね。これはなかなかこう逆に難しいんですよ。あんまりこう強く描きすぎてもですね、絵の中でこいつが主役になってしまうというか強くなってしまうというところあるので、ちょっと慎重にはいかんといかんなっていう気はするんですけど、まあね、左からの光というのをしっかり感じながら、ほぼ塗り絵に近いかもしれませんが、ちょっとこう影が落ちているというような感じで、ちょっとこうこっち側影なんですけど、今の段階やったらばもうベターっとしてしまってるので、若干ですね濃いめに、中心が特にこう中心あたりとかが少し濃いめになってて、ね、グラデーションになっているという、で、まあ、影というのは、まあ、少しこう今回はあんまりこうメインではなくてね、もう今回は軽めに描いておきます。向こうにこう壁面があって、ね、そこに落ちている影っていうので面白いんですけど、そこまでね追ってると難しい要素が増えてきそうなので、このくらいにしておきましょう。ここ分離色って言ってね、面白いですね。で、その間に少しこちら乾いてきましたので、ちょっと鼻の中に影を落としていってみようかなと。うわ、難しいこと言いやったでーってね。鼻の影どんな色でしょうかね。ちょっとこうピンクみがかっているような、それでいて青のような、何色かな、紫に近いような、若干青に近い、いやちゃうな、少し黄色を入れたような、うわ、なんか複雑な色になりましたが、このぐらいにしときましょうか。で、初めに塗ったピンクに被るところがもちろんあってもいいですよ。で、水でまたグラデーションとかをつけて、ここは光ってるなとか、ここは外側からやな。全部といかずとも少しだけこう被ってきたり、もう少しなんか青が難しいですね。青もこう空色みたいな青を少し入れたような感じにちょっとしてみて、このなんか色がだいぶしっくりくるような感じがしますね。濃すぎるかな、いやこのぐらいで我慢してみよう。下の方の鼻の影が影の中にも微妙ないろんな色が偶然的というかね、についてきて、それはそれで綺麗なんじゃないですか。この花はほぼ全部がシルエットになってますね。少し乾いてきたら、ちょっと葉っぱを描いていきましょうか。先ほどより少し暗いところを描いていくような気持ちで描いていきましょうね。少し緑も先ほどより少し濃く、でこの際ですね、こう中に見えるこうこれを塗り残しながら描けるか、わあもう難しいなってきたかな。初心者向けやないなっていう感じになってきたかな。でもそれができないとこのねシクラメンの醍醐味が一番面白いところですもんね。全部やなくてもとりあえずですね、手前の方の部分だけでもまずしっかり描いておいてあげて、
で、後で前後関係を少しこう出してあげて、後ろの方は少し柔らかめにとか書いてあげるとかですね。葉っぱの際のとこなんかね、ギザギザとしてる感じを出しながら、葉の裏はちょっと黄色い、明るい黄色い感じ、黄色、緑、黄緑ですね、な感じにして、まあこの辺はちょっと根気よくこう追っていくしか手はないかなと、こうかけという方法はないのかなと思いますが、どうですかね、皆さん書き方がこうやったら簡単に書けますよとあれば教えてください。私はその横着をしない方が、シクラメンの一個一個見ながらですね、まあ本当にこうシクラメンの種類によっても葉っぱの色とかも違うでしょうからね、その辺は自分が買われたりですね、育てられてる葉っぱ一枚一枚を楽しんでみてください。で、塗り残して、白い線みたいなのとかね、模様みたいなのを塗り残すような気持ちで描いてあげると。ある程度のパターンはあるんですけど、そのパターンにしっかりと沿いすぎずに、多少偶然的な、残しつつ、塗り残しつつ、大変よねって言うてはりますか、できないわよってね、もう超初心者向けと言いつつ、またできないことを今 やりながら、あ、やってしまったなと思ってますが、申し訳ございません。老眼がひどいわよって見えないわ何もって言ってますかね。なんか一気にね、こうシクラメン感が出てきましたよね。シクラメン感シクラメン感ですか、何ですかシクラメン感ってね、適当なことばかり言ってますよ。ちま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 、まだこう立体感とかはないですし、陰影みたいなのはないですけど、多少のこうそれぞれの固有のですね、花の花ちゃん葉っぱの個性みたいなのは少し見えてきたかなと思います。奥の方ちょっとね、水を目にして少しこう手前の濃さよりもちょっと奥、薄く描くくらいの気持ちでですね、ちょっと花の方を描いていこうと思うんですけど、花を描くというより花のほんの少しこう周りを描いてみましょうか。今ねこうで、ちょっと余分なものは少し消して、まあ受験とかの場合っていうのは、まあこういうことしないとことが多いと思うんですけど、私個人的にほんの少しくらいはやってみてもええんちゃうかなと思うんですけど、白く見えるということは周りの色が何色かやから、それがこっち側にうまくねグラデーションかかってきて、キューッとこうなってきていると、筆に絵の具がついてるね、ちょっとね、ティッシュとかでね、パン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 とグラデーションかけてあげたりすると、外側からこうですね暗い色がキュッと入ってたりとかすると、全部やらなくていいんですよ、白く見えるとこだけね、少しこう白く見える、あら不思議、あら不思議でしょ。外側からキュッ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 ねえ、例えばこういうところなんかも、まあ、微妙にこうちょっとこの辺がこう暗なってるんですけど、全体で見たら白かったりするんで、一旦外側からドーンとこうぶつけてあげたりとかして、ドーンとぶつけてあげたりとかして、
水でピャーっとやって、でこちらの方グラデーションかけるようにこうティッシュとかで拭き取る。そうするとこう白くギュッと見えてきませんかね。言うとること分かりますか。こういったことをほんの少しこう画面の中で、全部やなくていいですからね、やってあげるということも描くということです。ものがある状況を描くこと、ものがある状況、ね、周りがほんの少しだけ この白よりも暗いから、モチーフの方が白く見えるわけですよね。こういうことを少しやってあげてもいいです。それで結構難しいと思うのはこの何て言うんですか、茎のとこね、これこう強く描きすぎたらちょっと絵としてね、なんかこうあんま良くないというかですね、 なんでって感じかもしれないですけど、脇役なんですよね、もうやっぱりね。でもやっぱりこの茎は茎でやっぱり描かんといかんからっていうので、少し例えば描いてあげてビューッとなってたらこう強いじゃないですか、すごい。ほんの少し例えばここの中に水をちょんと足してあげたり、真ん中あたり綺麗なティッシュとかで真ん中あたりだけでペッて拭き取ってあげたり、鼻の近くだけグッと濃くしてあげたりね、片方だけ少し濃くしてあげたり、こんな風に、わかりました今のこれ手前にあって後ろにもこう茎あるんですけど、この後ろをまず描いといてあげてビューッとね。でこれだとちょっと直線的すぎんな思って、例えば今みたいな感じ、ね、中に青いのピュンと刺してあげたり、ほんの少しこうね変化つけてあげたり、先ほどみたいにチュンと拭き取ってあげたり、ごくしちゃっとしてあげたり、紙とのぶつかり方みたいなのをちょっと考えないといけない。で、それよりも前にあるところっていうのは、これもっと後ろやったね。もっとこう濃くなって、ぐーっと濃くなってきて、ぐーっと濃くなってきて、ぐーっと濃くなってきて、でもなんかこう平板的やなっていう感じがしたりしますよね。少しねこういうとまた水をちゃんと出してあげたり、ポンと拭き取ってあげたり、光の方向に合わせてこちらの方にほんの少し影になってみたりとか、こんな風な変化をつけてあげてほしいんですね。そうするとこうちょっと印象がガチッとした感じじゃなくて柔らかくなったんじゃないですか。見えるよりもちょっと弱めに描いてあげたりとか、そんなことをしてあげたりとかする。で、次はですね、ちょっとこの辺がもうおろそかになってきてますので、まあざくっとですけど描いておきましょうね。ただ1週間幼稚園行けなかったさ。まあ、あんまりこう描きすぎないようにしていくというか、薄くですね、シューッとこう描いてあげるとことかね、ちょっと楕円がなんか変な感じしますね、ごめんなさいね。この楕円が思いっきり変でしたね、ここねこれは大きいミスやね、ごめんなさいね、こういうのに厳しいおじさんやのにね、この辺でしたね、この辺でしたね、初心者向けになるべく分かりやすい手順で書いていっておりますふふ激落ちくん、激落ちしてくれ、頼む。ほとんど無理でした。ほんの少しだけ消えました。で、モチーフのですね、こう隙間のとこちょっといじっていってみましょうか。これをぐーっと引き締めることによって葉っぱがぐっと浮き上がって見えてきますのでね。影の暗い色ね、ぐぐっとこう引き締めるように、まだ描いてなかったですがね、接してるとことかね、ぐぐっとぐぐっと。ちなみに大学で
水彩画という授業は僕なかった記憶しています。あったのかな。なんか技法的な授業って技法材料研究室の先生がやってる地塗りをやって人物を描くとか、本当そんな感じだけやった記憶してますよ。からそれまでだから要は、受験期にもできてるやろ、そのぐらい当然やろみたいな感じで入るまでにある程度こうできてやんといかんという感じがなんかあるんちゃうかなというふうに思うんですけど、だから水彩画とかって僕は教わった記憶が正直ないです。どうなんですか、現役の学生さんとかで、まあ東京芸大以外でもそんな教えることってないんちゃうかな。まあ、日本が油絵科以外やったらねあるのかもしれないですけど、どうなんですかね。少しこう隙間とかを描きながら、葉っぱが少し前に浮き出てくるような感じ受けたりしませんかね。いつもはどちらかというと初めにこう陰影をつけてから描き込んでいくというようなことを教えることが多いですが、今日はちょっと逆の方向でやっていってますよね。描いてから少し陰影をつけていくというね。少しちょっとグズグズなってきましたねどのぐらいで止めればいいのか難しいとこですね。ここの辺の葉っぱとかもね、まあ、たまたまちょっと向こうに影があって、この辺はちょっと大胆にグラデーションをかけてみることにしましょう。初心者の人って背景で困ると思うんですけど、まあ、あんまりこう無理しないときはもう無理しないって決めて、もう本当にこうこのぐらいでこうグラデーションちょっとつけてあげるぐらいにしとこうかなぐらいの感じで、そんなにこう無理をしないようにまず初めはね、後半とか ある程度こう描けるようになってきたりすればどんどんやっていってほしいんですよ。後ろとかもちろんね。で少しこう下の方は下の方でちょっと不安定すぎるので、左右の対称をちょっと見ながら、少しね描いてあげたり、さあいよいよもう少しここを加湿していきながら、ちょっとずつねこのもう微妙な色を描いていくという感じでしょうけども、めっちゃうまいこといかんかったねまあまあまあね、皆さんねそういうところも許してください。ちょっとこう微妙なこう紫っぽいのを作ってみましたけど、どうかな。ね、ここあんまり陰影、その白い花やったりするときにあんまり陰影ってつけたくないんですよね。だからその本当にこうちょっとした変化だけで見せれるのが一番理想的なんですよね。またビビッドなですね、この何だっけ、霊気系、多分クリムソン霊気みたいな色とかのをより濃いところとかにまたぐっと差し込んでみたりとかしてます。ぐーっとこうね、迫りながらですね、こういうところの書き込みはぐーっと迫りながら、
ちょっと葉っぱの光の当たっているとか影とかっていうのを少し整理をしていきましょう。整理っていうとあれですけど、光どういう風に入ってきているから、ここにはこういう影が落ちているのかなとかっていうのをちょっとこの辺りで、ちょっと整理して、前後関係とかを整理しながら出していく作業をちょっとしてみましょう。まあ、この辺りは少しも影に入ってますかねとかですね、あ、ここもなんかこう全体に影になってるかなとかですね、この葉っぱの影がここに落ちているかなとか、まあ、私はそういう作業を整理とかって言います。要は一回立ち止まってみて、細かいディティールだけではなくて、それのものが置かれている状況とか光の設定とか、そういうのをもう一回こう見返してあげるようなことを、僕はなんか整理っていう風な言葉を使ってるみたいですね。これなんかもこの花の影が落ちてることによって、少しこういう風にこうなっているぞと。でもっと前に出てこいとこう祈ってますね、今ね。目細めて見てあげてください。これもこちらの方、この辺っていうのはもうだいたい影に入っていってるぞとか、せっかく描いたディティールがね潰れていってしまうって思うと思うんですけどね、この辺りは少し我慢してで描いていくと、またこう隙間のところというのが若干こう他のところが暗くなってきたから明るく見えてきたんで、もう一歩攻めてみてもいいかなっていう風に見えてきますよね。ちょっとこのエッジがちょっと強いなっていう感じがするんで、勇気言いますけどね、少しこう明るくしてあげたり、ちょん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 、少しですね回っていくような感じみたいなとかですね、黒ではないですけどね、また隙間をぐーっと引き締めていってます。まあ、細かい描写とかをする場合にはこういうですね、あの細めの紙とかっていうのは描きやすかったりしますよ。という感じでちょうど1時間ぐらいでございます。まあこんな感じで、ですね、書いていかれてみてはどうでしょうか。そんなに難しい今日は技法を使わずに、丁寧に教えたかなというふうに思います。ぜひぜひ、まあ、ここね、なくてもいいかなと思いますよね。ぜひぜひ皆様も頑張ってやられてみてはどうでしょうか。ということで、シクラメンを描いてみるということでございました。以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。